帝王学の築き方、危機の時代を生きるリーダーの心がけ、大川隆法。前書き、前著、現代の帝王学序説が社会人としての基本動作や社会人としての行き筋程度の内容であったので、今回は少しレベルを上げるつもりだった。しかし実際にやってみると、現代の帝王学への道には依然遠いことがよく分かった。やっとエリート入門ぐらいのレベルである。しかしあまり理論的な話ばかりしても身につかないことも多いだろう。雑談の教育力というものも結構あり、若い人たちに遠回しに物事の理を気づかせるメリットがある。故松下幸之助氏がよく使った手だ。雑談や脱線、失敗談の中に若い人たちに気づいてほしいヒントが隠されている。賢い鶏は藁の下に隠された餌を探し出してついばむのを好むと言われる。本書の中にも帝王学の一部を感じ取られる方がきっといると信じている。2015年1月20日幸福の科学グループ創始者兼総裁 HSU ハッピーサイエンスユニバーシティ創立者大川隆法。目次、前書き、帝王学の築き方、危機の時代を生きるリーダーの心がけ、2015年1月3日説法、東京都幸福の科学教祖殿第5館にて。1、若者の土地学入門のようだった現代の帝王学序説。今回は現代の帝王学序説の内容の少し上を目指してみたい。人の上に立つ者の学として帝王学を考える。2、帝王学は自分に厳しくあることの勧め。世界一の借金を抱えながらばらまきを続ける日本政府、会社経営者の立場からは大甘に見える国の政策、自分の帝王学を築くとはいかなることか、運頼みではなく自分たちがなすべきことをしていく。3、厳しさの経営が必要な時代、結露を開き生き抜くためには厳しい覚悟が必要。輸出入産業における景気変動の影響を見る。経営者はなりふり構わず生き抜かねばならない。大会社におけるリストラが意味すること。リストラをする前に企業が打つ手とは、ユートピアを通り越している政府トップの大盤振る舞い。甘い考えを捨て厳しさの経営を知る必要がある。4、帝王学として必要な心がけとは、山一証券で起きた経営者の甘さが招いた悲劇、アメリカサブプライムローン問題の背景に働いていた欺瞞。経営者はいついかなる時でも油断はできない。幸福の科学大学の不認可に関する東大生と総長の考え方の違い。傲慢さには何らかの形で揺り戻しが来る。無名時代や貧しかった時代の気持ちを忘れてはならない。5、無駄を排し贅沢を捨てよ。まず自分たちでできることは何かを考えよ。新入社員は給料分だけ働けばよいわけではない。現場部門は本社のコストまで
支えている。教団の構造を変えるために行った総合本部の移転、経営レベルで見た新しい建物の意味とは、華美や自己顕示に流れず実業をしっかりするべき、弟子力・部下力をつける際の注意点。6、失敗を言うこと、咎めることの難しさ。原稿一致や報告・連絡・相談が大事である理由。ワシントン大統領の美談のようにミスや失敗を告白できるか。社長のゴルフクラブを割ってしまったという失敗体験。自分の失敗を正直に言うことは難しい。トータルで見る寛容さを持たないと人材は使い切れない。会社で決められている規律をどのように見るか。本来の使命から見て命令に背かなければいけない時もある。7、帝王学をマスターするための還元自在さ。降雨のエピソードが示す下が上をいさめることの難しさ。還元に対しては人情ではなく公性の立場から考える。上の立場の人に必要な還元を取り入れるかどうかを判断する目。松下幸之助の言葉を言い訳に試行錯誤していた教団初期、創業者の経営手法を捨てて衰退していった松下電器。8、偉くなっても忘れてはいけない心がけ。説法でのちょっとした言葉遣いに対する娘からの還元。人によって見方が大きく異なる大川雄方表。本質はぶれなくても新しい情報に基づいて変化していく面も大事。年齢や地位が上がると人の意見を聞かなくなる傾向がある。年齢の上下を超えて学ぶべきものがある人はいる。後書き、人は年をとって成功した自分に自信を持ってくると耳に痛い話は聞きたくなくなる。こうして自然に周りはイエスマンの集まりになってくる。会社が順調の時にはそれでもなんとかいく。しかし一旦不況風が吹き荒れたり自社が社会的批判を受け始めると心の準備もなく考え方の用意もなく慌てふためくことになる。部下が還元してくれなくなるほど偉くなると今度は週刊誌や新聞テレビなどで公然と悪口を言われるようになる。大抵の方は初めてのことが多く切り抜けられず挫折することも多い。へこたれずに言うべきことは言い、やるべきことはやり、自分に厳しくなる訓練を積むしかない。それにしても出世して謙虚になり、人の批判を受け止め、それでもぶれないというのは厳しい心の修行である。本書が危機の時代を生きるリーダーの心がけに何らかの参考になれば幸いである。2015年1月20日、幸福の科学グループ創始者兼総裁 HSU ハッピーサイエンスユニバーシティ創立者大川隆法。